ニューストピックスです。3年ぶりに開催される金沢百万石祭りに向け、金沢市内で着々と準備が進んでいます。今回はこの話題について、社会部の児玉記者に聞きます。児玉さん、よろしくお願いします。お願いします。 さあ児玉さんいよいよ本番が近づいてきましたねはい、第71回となる今年は新型コロナによる2年連続の中止を経て6月3日から5日にかけ3年ぶりに開催されます、はい、メイン行事となる100万国行列では加賀藩祖前田敏役を俳優の竹中直人さん お松の方役を俳優の栗山千明さんが務めますはい楽しみです、うん、準備の方は進んでいるんでしょうかはい今月13日には金沢市役所前に蝶賃150個が取り付けられたピラミッド型のシンボルタワーが設置され点灯式が行われました、はい、梅橋もをあしらった赤い蝶賃が柔らかな光を放ち道行く人が祭り本番を心待ちにしていました このタワーは祭りの最終日まで午後7時から10時に点灯されるとのことです、はい、街中にはシンボルタワー以外にも蝶賃、うん、が増えてきましたねはい金沢商工会議所会館などでは祭りのムードを高める蝶賃の飾り付けが進んでいます会館には長さ140センチ直径60センチの蝶が取り付けられているほか市内の約130箇所に合計で2660個の蝶賃が飾られる予定とのことです このほか、金沢商工会議所会館や金沢駅では祭りで使用する甲冑やパネルなどの展示が行われています。 久しぶりの祭りで、参加する人も張り切っているんじゃないでしょうか。はい、十四日には行列参加者の衣装合わせが行われ、二大藩主、年長役。年長の正室、永姫役などの主要なゲストが、華やかな衣装に身を包んで記念撮影などに臨みました。キャストからは、コロナで世の中が暗い雰囲気なので、見る人を元気づけたい。最後まで笑顔で頑張りたいなどの声が聞かれました。感染探索をしながらということにはなりますが。うん 盛大な祭りが帰ってくるのは楽しみですねはい今回は強烈参加者にはワクチンの2回接種か検査の陰性証明の提出を求め100万石踊り流しはコースを短縮するなどの感染対策が行われます祭りの実行委員会の担当者は安心安全に楽しめる祭りになるように頑張りたいと話していました、はい 子どもたちにはいい思い出もなりますしまたふるさとへも育めますからやっぱりあるべき時にあるべき祭りがないと寂しいですし文化的にも衰退していくような気がしますいやー3年ぶりですから本当に楽しみですね,そうですねはい成功しますように今回は社会部の児玉記者に話を聞きままししたた玉さんあありりががととううごござざいいました。